ハン・エイクンさん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。1年近く楽しくて充実していた留学生活が終わりました。来たばかりの時の自分と比べ成長してきたと実感しました。初めてふるさとと親と遠く離れ留学生活を始めました。不安もちょっとありましたが、ホストファミリーの優しさを感じ、学校の先生方やクラスのみんなの笑顔を見て安心することができました。周りはすべて新しい環境なので、以前と全然違う生活が始まりました。中国の時は家は学校から近いので毎日歩いて通っていました。日本に来てからバスで通学することになりました。初めて自分一人でバスで学校に行った日のことは今でもはっきり覚えています。ずっとドキドキしながら窓から外を眺め、正しいバス停が見つけられるかどうか心配していたけれど、最後にちゃんと学校に着くことができました。それからはだんだんバスでの通学に慣れてきて、平気で一人で学校に行けるようになりました。最初の頃、日本語で授業を受けることは大変でした。中国では単純に外国語として日本語を勉強してきましたが、日本では日本語が聞き取れなければいけない上に知識を理解しなければならないので、授業はあまりわからなかったです。でも先生方はいつも、今日の内容わかりやすかった、わからなかったら聞きに来てねと声をかけてくださったり、クラスの友達はノートを見せてくれたり、勉強についていろいろ教えてくれたおかげで、だんだん日本の勉強に慣れてきて成績もアップしてきました。私は中国で日本語しか勉強しなかったので英語がとても苦手です。でもなんとなく頑張ろうと思いながら、とにかく例文とかの意味をちゃんと調べた方がいいと思ってたので、先生や友達に聞くこともできました。英語の先生は放課後になっても遅くまで親切に教えてくださいました。そのおかげで最初は英語を勉強するのが怖かったけれど、今では積極的に取り組めるようになりました。日本の文化を感じることができると思い茶道部に入りました。私は正座が苦手なので、いつも途中で足がしびれてしまい、なかなかうまくできませんでした。お手前は作法が多くて覚えるのは難しいですが、興味があるので何回も繰り返し練習したらうまくできるようになりました。正座も最初よりちょっとよくできるようになりました。勉強でも部活でもとにかく頑張って実際にやってみることは大切だと思います。やればできるんだと信じているからです。学校以外にもいろいろな体験ができ、いい経験をしました。私は日本料理に興味がありますので、ホストファミリーのお母さんが料理を作っている様子をよく見ていました。時々自分も料理のチャレンジをします。お母さんが家族全員のために一生懸命料理を作っている姿を見ます。そして自分も料理を作ってみたら、お母さんの大変さと偉さをさらに強く感じました。ですからいつもお母さんに、何か手伝えることがあったら手伝いたい、なんとか力になりたいという気持ちを持ちました。中国の家族にもこれからもっと思いやりを持つべきだと思います。私は中国であまりボランティアやらなかったので、日本に来て保育仕事についているホストファミリーのお母さんのおかげで保育のボランティアをやることができました。子どもたちとコミュニケーションを取り、彼らの気持ちや状況に気づき、対応し、行動します。これらを通してコミュニケーションの取り方や大切さが分かり、大変勉強になりました。
なかなかいい経験だったと思います。日本での経験と成長は一生の宝物です。これからの人生にもプラスになると信じています。日本に来て本当に良かったと思います。本当にありがとうございました。韓英君さん、ありがとうございました。